名古州常福造、安政帝は、明朝の第15代皇帝、意名は上洛、病号は皇宗、日本では在位中の元号をとって、一般的に安政御門と呼ばれる、万歴帝の長子として生まれる。万歴帝は上洛を愛さず、長妃定期との間にできた第三子のしつね人氏を皇太子に立てたがっていたが、皇帝大号の命により、 上洛を皇太子に立てた。しかしその後も定期費の手の者に命を狙われる事件が発生したが、万歴帝はこれを目下し、進化から定期費が事件の黒幕であると上訴されても定期費をかばっていた。そのようなことがありながらも、万歴48年7月、七味門の放御により、なんとか上洛が即位することができた。 安政帝は幼い頃から英米だったので進化たちの期待は高かったが、即位して1ヶ月で放御した。この安政帝の死に関わる事件が、紅丸の案である。即位してほどなく、下痢を催した安政帝に、河路寺進むを務めていた理科者が紅れなまり丸を勧め、安政帝が一つ服用したところ気分が良くなった。ところが、もう一眼飲んだところ、 翌日に和歌に放御したという事件である。これを陰謀とみなして、背後関係を追求するべきだと言い出す者が現れ、まず官役を勧めた理科尺が弾劾され、ついで、くれない丸を勧めるのを止めなかったという理由で、大学士の片地明も弾劾された。戒厳は、全皇帝が放御した翌年の元日と決まっており、安政の言語が用意されていたが、 その紐もなく、安政帝は崩御してしまった。このまま新しい皇帝が即位し、次の元日からその皇帝のための新しい言語を使うとすると安政という言語は存在しなくなり、ひいては安政帝の存在が消滅することになる。進化たちは話し合い、この年の7月以前を万暦8月以降を安政とすることにした。ありがとうございます。